ウシュマルは、メキシコ、ユカタン州にある、古典気後期から5個天気のマヤ文明の遺跡、メリダの南方 78km の地点にあり、カンペチェへ向かうメキシコの高速自動車、国道261号線で、メリダから 110km の地点にある、ウシュマルという地名は、オシュマファールと発音されたと考えられ、マヤ語の研究者の間で、その由来について論争があるが、 コロンブス到着以前の古いマヤ語の名称と考えられ三度にわたって建てられた街という意味である。多くの観光客の目的地となるために牛丸の建造物の整備や復元にたくさんの労力が注がれる一方で細々とであるが真摯な考古学的な発掘調査や研究がなされてきた。この都市の締め字が行われた時代はよくわかっていないが人口は 現時点では外算で2万5千人ほどと推定されている。興味にすることのできる大多数の建造物は、大体紀元700年から1100年の間に建てられたものである。マヤの年代記によれば、ウシュマルは、フンウィチルトゥトゥル州によって、紀元500年に建てられた町であるという。ウシュマルは何代にもわたって、州家によって支配され、床端西部で最も強力な都市であった。 そしてチチェンイッツァと同盟を結んで、北部ユカタン全域を支配していた。紀元1200年以降は主要な建築物を新たに、建築することは行われなくなる。このことは、ウシュマルと同盟者チチェンイッツァの衰退とマイアッパンへ、ユカタンの権力が移っていく過程と関係していると思われる。シ受けがマニエ首都を移すととともに、ウシュマルの人口は減少していった。スペインによる征服後、 中家自身は、スペインの同盟者となったが、初期植民地時代の記録によると、ウシュマルは、1550年代までは、ある程度の数の人々が住む重要な場所であったが、そこに、スペイン風の街が建てられることはなくやがてウシュマルは、放棄されることとなった。ウシュマル遺跡の二層院の一部、フレデリック・キャザウッドの石板が、ウシュマル遺跡、魔法使いのピラミッドウシュマル遺跡の、 二層院ウシュマルの復元作業は、建物が通常より良好に残っていたおかげで、他の多くの麻遺石よりも良い条件で行うことができた。建物によく使われる漆喰のつなぎを使用しないで、成功に切り取られた切り石を使用して建てられている。ウシュマルにある建造物は、優雅さと美しさにおいて、パレン家の建造物に匹敵するものである。ウシュマルにおいては、その前半の時期においては、 その大部分が、プーク式の建物である。保存状態が良好であるため、一般の観光客にも当時の牛丸の祭祀センターの様子をほぼ完全な形で想像させることのできる数少ないマヤ遺跡の一つとなっている。よく知られている著名な建造物は、下記の通りである。総徳の館壮大な基段の上に長いが、それほど高くない建造物が建てられている。これは、 コロンブス到着以前のメソアメリカでは最長の外観を誇る建造物である魔法使いのピラミッド別名、占い師のピラミッド、高さ36.5メートルの巨大なピラミッドの土台は楕円型に近い形で、長さが73メートル、幅が36.5メートルある、休憩者で有名な118段の階段を登ると、頂上には神殿がある。 このピラミッドはいくつかの点で通常ではない良好な状態の建造物である。手置和間のピラミッド等と同じで小さな神殿が順次大きな神殿へと拡大された。魔法使いの老婆が温めた卵から生まれてきた小人が超自然的な力で人よのうちに作ったというマヤの伝説から小人のピラミッドとも言われている。二層院内面と外面と外面に成功で美しい彫刻が 施された牛丸にあるいくつかの中庭を、方形の回廊上に囲む良好に残された、建造物の中で最も素晴らしい建物である。なお、二層院とは、スペイン人によって付けられたあだ名で、実際には支配者の宮殿と考えられる。第九儀場メスアメリカ独特の宮儀が行われた場所で、901年にちゃんちゃく角なるイコールはハウという、王によって封建されたという名分が刻まれている。 ウシマルには他にも注目すべき建物や多くの神殿ピラミッド、方形回廊上建物や記念碑、埋まったまま保存されている建物がある。マヤ文字が刻まれた名文の多くは一連の石碑に刻まれているが、一つの神殿に体になるようにグループになっているわけではない。この石碑に刻まれているのは歴代のウシマルの王たちである。また石碑は倒れかかっていたり、 バラバラに壊れそうな兆候を示しているので、立て直したり修復したりする必要がある。牛丸は、メリダからそう遠くないカンペチェへ向かう道路沿いにあり、メキシコ独立以来多くの見物者が訪れた。1838年にジャン・フレデリック・ワルデック、伯爵が、この遺跡について詳細な記録を、初めて出版している。ジョン・ロイド・スティブンズとフレデリック・キャザウッドは、1840年代に二度に、 渡って、牛丸を訪れ、建築家であり、画家であったキャザウッドは、この古代都市の建造物が勝って、どのように建てられていたかわかるくらいの多くのプランや、スケッチを報告する予定であったかのように詳細に、描いたが不幸なことに現在その大部分は、失われている。シルバヌスモーレーは、1909年に、以前にはいくつか見落とされてきた、建造物を含めて、牛丸の地図を作成した。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された、地球気候世界遺産の旅小学館、1999年、317ページ、4から09から10万2051から8。ありがとうございます。